自由民主党の丸川珠代でございます。自由民主党改革クラブを代表して、質問させていただきます。鳩山総理大臣、ようやく参議院での子ども手当の議論にご参加をいただきました。本会議にもおいでになりませんでしたのに、委員会の場にわざわざおいでをいただくとは、まあほぼ前代未聞に近い状況でございます。委員会にまでわざわざお越しいただくのであれば、重要公判議案として取り扱っていただければよかったのではないでしょうか。重要公判議案にすれば20時間きっちり議論をすることができます。現状では11時間ほどの議論にしか過ぎません。おかげで、大変な重大な欠陥がたくさん残っております。これは私どもからすれば、拙速な議論をすることによって何としても6月の支給に間に合わせたい、つまり選挙前の支給に間に合わせたいための方策としか見えませんけれども、重要公判議案にしなかったのはどうしてですか。鳩山内閣総理大臣。国会の、それは私どもが決めたわけではございません。国会の中でいわゆる国対で決めた話でございまして、私は一切関わっておりませんので答弁はできません。丸川君。政府与党一体ですから、ぜひご指示をいただきたかったものだと思います。さて、重大な欠陥がございます。この欠陥の最大のポイントはですね、一つには在日外国人の方の海外看護の子への支給についての問題であります。日本人ではない、日本に住んでもいない外国人の子どもが給付を受けられる一方で、親が海外に駐在しているために日本に住んでいても給付を受けられない日本人の子どもがおります。この重大な欠陥を長妻大臣は今年度は修正されないと言っておりますが、鳩山総理大臣、これはたった1項この法案に修正を加えるだけで、多くの不正を防ぐことができます。この子ども手当の支給に関する法律案の第4条に次の1項を加えてください。第3としてですね、第1項の規定にかかわらず、子ども手当は子どもが日本国内に住所を有せず、かつ日本国民でないときは当該子ども手当については支給をしない。もう一度言います。第4条に次の1項を加えれば多くの不正は防ぐことができます。第1項の規定にかかわらず、子ども手当は子どもが日本国内に住所を有せず、かつ日本国民でないときは当該子ども手当については支給しないと、この一文を加えていただきますと、何も窓口で煩雑な書類の確認等をしなくても、日本に住んでいない、親は日本に住んでいるという在日外国人の海外で看護している子どもには支給をしなくて済むようになりますが、最高責任者としてどうお考えになりますか。長妻大臣。伺っております。申し上げますけれども、この1981年にですね、児童手当については国籍条項が撤廃をされたということでございまして、今のお話は国籍をつけるということでありますので、それは内国民待遇等の関係でですね、議論が必要だと思います。私自身が申し上げているのは、子どもの居住要件、子どもにですね、日本国内に住んでいるという居住要件を課すということをですね、平成23年度の実施に向けて検討していきたいということは答弁しているところであります。おかしいよ。鳩山内閣総理大臣。今長妻大臣が申し上げたとおりでございますが、私どもは児童手当という今日まで多くのお子さん方をお持ちのご家庭が支給を受けていた、この在り方というものをまずは22年度拡充をさせていただくということにしたわけでございます。従いまして、そのやり方を基本的に今年は踏襲させていただいたわけでありますが、ただそれでも日本で働いておられる外国人の方々、そして外国にお子さんがおられたとしても、その看護というものをしっかりとある意味で市町村においてチェックをすることというものをできるだけここを充実をさせるということで、今年度はまず
その措置をしてまいりたいと思っておりまして、来年度以降に関しては、長妻大臣が申し上げたとおりでございます。丸川君。はい、長妻大臣がおっしゃったことは間違っております。今私が申し上げました修正は難民条約には抵触をいたしません。それから居住要件では日本人の親を持つ日本人の子どもが海外にいる場合、これは支給ができませんね。ところが今言った修正であれば親が日本国籍を持って日本の国内にいてかつ子どもが海外にいる場合でも支給することができます。あなたが言っている居住要件の修正よりも優れた修正だと思いますが、このたった一つだけの項目を加えることがあなたたちにはなぜできないんでしょうか。鳩山総理大臣お答えください。長妻大臣。今の件についてはですね、1981年に、国籍条項が撤廃をされたというのは、これは難民条約だけではなくてですね、他の条約等も勘案して時の政府が決定したというふうに聞いておりますので、これについてはですね、我々としてはきちっとやはり検討する必要があるというふうに考えております。鳩山内閣総理大臣。この法案の修正に関してはどうぞ理事官でもし必要ならばご議論をいただければと思っております。で、私どもが考えておりますのは、私の子どももそうでありますけれども、海外で働いておられると、海外に例えば出張でお子さんは日本におられるというような状況、その時々によろうかと思っておりますが、看護がどのようになっているか、あるいは母親と父親がそれぞれ海外と国内で分かれて国内でお子さんを養育されているという場合もあるかと思っております。さまざまな状況というものがあるものですから、まずは本年は子ども手当というものを、児童手当というものを基本的に踏襲させていただく中で、さらに不適切な部分というものがあれば、それをできる限り正していく方向に求めてまいりたいと考えております。丸川君。鳩山総理大臣が今おっしゃったケース、どちらかの親が日本国内にいて、どちらかの親が海外にいて、子供を看護しているのが、生計がどちらにあるかというのが、どちらかのパターンがあるというふうにおっしゃいましたが、今言った、第4条に次の1項を加える、つまり第1項の規定にかかわらず、子供手当は、子供が日本国内に住所を有せず、かつ日本国民でないときは、当該子供については支給をしない、この一文を加えますと、どちらのケースでも子ども手当を受け取っていただくことはできますが、いかがでしょうか、総理大臣。長妻大臣。先ほど日本人のがですね、海外にいて、お子さんが日本にいるというお話では出ないというお話ですけれども、もちろん、祖父母等々と住んでいる場合はですね、一定の要件で出るということもございますので、これは平成23年度の制度設計の中で議論すべき課題だということであります。鳩山内閣総理大臣。いろいろな変更というものをに対してはある意味で時間をかけて考えた方がよろしいかと思っておりまして、特に児童手当が今日までもらえている方々に対して不利益にもしなるというような変更も出てくるわけでございまして、そのような時には慎重にやはり図る必要があると思っておりますので、23年度以降にはそのことをしっかりと盛り込んでまいりたいと思います。丸川君。